はい、皆さんこんにちは。バミツアップスターズターザンのオズニョン、そして高瀬です。どうも、ヨコです。お願いします。ということで今日は、はい、今日は魂の紋章、はい、こちらはですね、タイガー桜井が一体誰につけているのかというところをちょっと抜き打ちで、誰だ誰だ誰だ、気になる。ヘイヘイヘイ、誰だ誰だ、じゃあ行きまーす。はい、ポヨン。まず火ファイヤー。火、ああ、ミカエル。なんでなんで、ミカエルか、うん、わかる。18です。18号です。わかる。はい、ヤコさんと同じです。同じです。あ、はい、わかるわかる。まあ、あのね、やっぱこう2人でこう、やっぱさ、あの石登ったじゃんね、近畿ね、15から20 ね、うん、うん、ちょっと、もうちょっとつけようっつってね、もうちょっとつけようっつって。そんなしんどつけましたね。やっぱこのヒリゴールマスターが非常に大事なクエストだったので、ミカエルに、まあ、ヒリゴールマスターつけまして、はい、まあ結果ラックになったね、かなりね。うんうん、よかった。はい、まあ、この前は、これの前はあのミカエルじゃなくてカマエルですね。カマエル、カマエル、もうあのエスカトロジーの時に進化カマエルについてて、でもそこからそのカマエルを神化にスライドして、もうずっとそのカマエル使ってたんで、まあ、モンカマでしたね。うん、はい、モンカマ強かったもんね、マジで。モンカマ強かった。エスカ、エスカでもよかった。冷静にこの大気の心極みっちゅうやつは遊撃と一緒なんですよね。超二五倍だもんね。はい、そこから遊撃も乗るから、まあ偉い話ですよ。おバカだね、これ。うん。倍率がね、倍率おバカで。やっぱ友情強くなりつけたいですよね。はい、といった感じの、ミカエルさんです。四、はい、つ目の予定ないんだ。予定ないの。四つ目。まあ友情ロック向こうとかはちょっとね。欲しいっすよね。カマエルだったらね、またつけます。普通になんかもうレーザーバリア向こうつけようしないけど。レーザーバリア貫通っていう。アビリティ追加みたいな。レーザーバリア貫通っていう、やっぱね、魂の力。うん、なんていうんだっけ、この力。魂の力。わかんない。俺もアンチワープ追加しろって感じ。ちょっと欲しいなーみたいな感じで。飛行不良、はい、なっております。はい。そして次。はい。水。ミーズ、はい、あーノア、あの、ね、お、ノア、安い安い安い、ノアじゃないんすよ。いや、エクスコーン、エクスコーンですね。もうこれは本当にもう、もう売りたいってために100回は言ったね、うん、やだ、こいつにつけたくない、やだ。売りたい、買えたいっつって、うん、めっちゃ言ったんですけど、はい、まあ、シュリンガーラですね、今みんなで回ってるので、はい、まあ、運枠につけとこうみたいな、うん、ね、あのマルチ、紋章マルチすればすごい楽になるので、うん、はい、やっております。ユージョロック向こうは何でついてるのか分かりませんが、うん、って感じですね。確かに、何でついてるの、この前何だろう。これ強いんだよ、ほんとに。これ強い、強いね。ちょっと強いですよ。あ、確かに、ね、ステーやばいよね、これで見ると。ちょっと強いんですけど、マジで早く売りたいです。早く売りたい。はい。なんで、シンガーラー終わったらもうすぐ売ります。はい、売ります。取っとけ。下がるぞ。面白いよ、下がるぞ。はい、パールちゃん、まあ案の定パールちゃんですね、はい、まあこのパールちゃんの前はガブリエルついてました。どっちの、両方っす。あ、両方。はい、まあガブリエルがちょっとあの、まあ、運曲鳴らせていただきましてですね、あの、まあ、進化神化結構スライドすることがあるんですけど、はい、このニードルパネルは、アイゼン明王かな、うん、あー、アイゼン明王か、アイゼン明王に進化ガブリエルがまあいけるんで、なるほどなるほどなるほど、ついたのかな、それ強いもんね、多分そう、うん、多分そうだと思うっぽいね、うん、で、カルナも、まあ神ガブン枠にして運2で回ってるので、うん、はい、こいつついてます、うん、って感じですね。別にでも神ガブあの紋章いる感あんまないですよね。カルナで、そう、なんかあそこ切ればいいだけなんで、まああそこの4体のところは確かに倒せそうだから、なんかまあでも母性の火力だね。そうですね、やっぱり上がるからね、はい、といった感じでございます、うん、はい、この精神力はあのあれですね、アルマゲドンですね、ちょっと調子乗って極みにしてますね。ね、極まってるね。どうしたこれ、あの上でいいんですけど、うん、あのなんか睡眠でしょ。そうですね、なんか調子乗って極みにつけてます。なんかどっちつけんなら、まあ、極みつけたよね、間違いないからね、うん、極みにしとくかっつって、極みつけております。はい、はい、そして光お、まあ
こいっちゃん、これ今すぐ、これいつでも外していいんですよね正直。あもうあの別接の待ってないんで、うん、はい、まあ、これはあの神カルーだったやつを新カルーにスライドして、うん、っていう状況ですね。待ちっぱなしのままってことね。そうですね、そこからあの別に光にあの今すぐつけたいなってやつがいなかったんで、うん、あのこのままになっております。これの前はずっとジュリエット、うん、ね、ジュリエットのお気に入りだもんね。あでその前か、あれかその前はあのモネ、あーそれも近畿のやつだ。モネの前にジュリエット、はいはいはい、はい、まあ、結局本当もう節マラはしないので、まあ、ジュリに戻すか、まあ、それかまあ光になんかやっぱ便在点楽しいキャラが出てきたら、うん、ね、あのアポカリプスも別に紋章、まあ、あったら楽だと思うけど、うんうん、あの今いるかなっていうと別にいらないかなってなってるんで、うんうん、こういう状況でございます。なるほど、はい、両方ついてるの面白いな。え、あ、対光と対闇か、うん、これは面白いね。これもあれで刹那っすよね、うん、刹那のためにまあ、両方いけたら、うん、強欲みたいな、奈落も行けて、セスナも行けると。ね、いいね、強欲だ、いいね、そう、そうですね、いいね、はい、そして、闇、はい、はい、アリス、おー、アリス、はい、アリスは三色ヨッシーですね。どういうこと、これ、どういうこと、三色ヨッシー、これどういうこと、三色ヨッシーになってるんですけど、ね、どういうことでしょうね、あ、どういうことでしょうね、じゃないんですよ。これ今アリスについてるのは、はいはいはい、あのオラコイン回るときになんかノリでつけたんですよ、これ完全に、あ、ノリで極み、いやって感じです。あー、完全にそう、やーってつけた、あ、そうなんだ、ノリでつけた、はいはい、強っこれ。あの、そう、このアリスがあのこのスコエル S ランク L なんで、あー、もう完全にオラコイン用みたいな、わーめちゃくちゃ強いこれで、まあ、この対比もついてるしノリでつけたんですよね、うん、で、これ対比と対比が何についてるかというと、あの進化パンドラが強いんですよ、うん、この前パンドラについてたんですけど、あー、あ、そっかそっかそっか、進化パンドラがまずエスカトロジーで強い、エスカトロジー待機ね、うん、そしてだからこの不屈の防御も多分エスカトロジーだと、ほうほうほう、ラグナロク、そう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 、んあ、違う、で、そう、待機はラグナロク、ラグナロク、はい、待機がエスカトロジー、不屈の防御ががエスカトロジーみたいな感じで、もう完全にもう爆絶用に変なキャラ連れていけるようにつけてるやつですね。相当強いもんね、うん、審判はかなり審判偉かったですね、使えるとこ多いよ、うん、まあでもそんなところですか。でも待機がすごいついてるの古いから、うん、もしかしたらそのエスカトロジーの前にも何かあったかもしれない、ちょっと記憶にはございませんが勢いじゃん、勢いかな、うんうん、でこのパンドラの前はカナンについてたの、ああそうだ、え、なんで使ってたんですか、カタス、あ、カタス取る、うんうん、でもなんか結局なんかまあ半分ぐらい終わったところで、うん、カナン全然強くなくないってなってあそこで、まあ、ちょっと動けないシーンも多いからね、そう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 、結局そのなんかホタネとか使ってみたらこれかなり強いほざれ強いかなり使いやすいねみたいになって、回復もつぎるしないやつ、うん、その結局あそこはうまく何でもいいなってなって、うんうん、ました、はい、それで、まあ、でもカナンはすごいいいキャラですよ好きなんだけど、うん、まあ、そこでの集会にはあんま向いてないなというふうになりまして、こんな感じの状況になっております、はい、はい、まあ、割と結構なんか雑に付け替えることにこのなんかもうこの辺ね、嫌、うん、だよね、うん、うん、もう今ミカエルについてるけど、うん、変えたい感あるね、これも変えたいね、あ、うん、でこれだって俺お願いしたもん、ちょフレンドのちょっとパールバテちょっと強くしてよその17任せろっつって、そうそう任せろつけるわっつってつけてたやでも、まあ、よく考えると5000って安いかもしれない、うん、俺結構バンバン世界で払える、なんか5000って、まあ、1ヶ月にまあ言うて4万5000手に入るわけなんで、うん、まあ、付け替えだけで考えたら1ヶ月に7回付け替えられるんだよね、7、いや9回か、うん、9回付け替えられるよね、うん、で付け替えと新規加入以外は紋章力ってか根気使わないよね、使わないんじゃない、つまりこの全部全紋章がオープンして全紋章が完成したら9回変えれるってことは実家に1回変えても実質無限
いいってこと。3日4日実質無理は盛りすぎる。あの爆裂メーターとかも考えたらもう全部終わったあとは3日に1回付け替えれる。そうだね、実質無限、実質無限でしょ。盛りすぎだ。それに気づきましたか私。いやだから結構昔からさ、なんかめちゃめちゃ大事にしてる風だったけど、なんでそんなに逆に大事にしてるんだろう。いやジャパニーズだからやっぱり。そう、もうだからそんなに節約する必要あるの？こういうの、こういうのをもう開けて、うん、もう開けてるし、もうなんか完成させた方がいい。そうだよ。そう、こういうの開けて、こうなんかいい感じに、あ、もう使うとこないなってなったら、3日に1回付け替えられるから気持ち的に。いやだからみんなね、やっぱタンスの奥で紋章腐らせすぎるからみんな。そうだ、でもね、俺は結構ね、激しく使ってる方だと思うんですよ。あー、割とね、うん、中でもまだ使ってる、まだ使ってる方だと思う、うん、ほんと皆さんね、エリクサーは使いましょう。はい、っていうことですよね。そういうことですよね。はい、活用していった方がでもせっからく。いやでもさ、不安じゃん。お金もそうだけどさ、ないの不安じゃん。もう必要以上に持ってても意味ないんだよ。いやね、その通帳眺める、いや、わかる。俺そういう性格なんですけど一番見やぼうがそういう性格なんだよ。実は不安になるんですよ。ないと不安になるんだよ。根気もそうなのよ。いや、わかるけどね。いや、もしなんか来たとしな、これここらへん、これつけたいな、これつけたいな、あ、根気ない。あ、やばいやばいやばいってほら、だってこれ一番高いのでも1万5000円だよ。俺足りるもん、もう。いや、1個しかつけれねえよ。もう一個つけれんいや、つける時になったらそれは貯めればいいんだ、うん、まあ、それまで貯めとけばいいんだけどさ、普段は余らせて、うん、次が起爆。いやだってその分他なんか行きたいところが楽に回れた可能性が高いんだよね。まあそう、まあそうっすね、うん、もっと快適に周回できたはずなんだ。やべえ、あげるね、キノコ絶やばい。もう何やってんだよ。でもあとよ、あとある、本日もある、今日、今日貯めれるから、うん、それはつけられない。ちょっとね、今記号で作られたらやばいですね。まあ、基本はまあ、まずオープンさせた方がいい。いや、勢いあるな。、はい、ということなので、はい、皆さんね、まあ、それこそキンキみたいなベストで、詰まったらもうバンバン使いましょう、うんうん、まあ、そうだよ、うん、はい、ということでございました、はい、もうね、本当1年前からやってる人は、でもコアアクションやってる人は3日に1回付け替えられるということを今勉強したと思います。はい、なので、3日に1回付け替えましょう。はい、頑張ります。してぐるぐる回してもいいんじゃないですか。はい、もういいの、閉めて。いや、なんか言いたいっすか。え、ない大丈夫です。はい、ということでご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。世界